アムリトサルはインドの都市、パンジャーブ州に属する。人口は約100万人。アムリットサル、アムリッツァーとも表記される。また、サンスクリット語で生命の水の貯水池という意味がある。土地が肥沃であり、農業が発展しているほか、織物業、化学工業も盛んである。近隣の都市としては、約50キロ西にパキスタンのラホールが位置している。16世紀後半に、シク教の信徒によって建てられた町である。1604年、シーク教の総本山である、ハリマンデルサーヒブが建てられた。アムリトサルにおける虐殺の記念碑植民地時代の1919年には、逮捕令状なしでの破壊活動容疑者の逮捕、投獄を認めたローラット法に抗議する大暴動が発生して、インド軍の治安部隊が投入された。その直後、非武装の抗議集会が開かれたが、インド軍が発砲し、多くの市民が殺害された。この事件は、アムリトサル事件、アムリトサル虐殺事件などと称される。戦後、インディラ・ガンディ首相が、シーク教徒の反政府勢力に対して、強硬策を取った結果、ハリマンディル・サーヒブに立てこもった1000人以上のシーク教徒を武力鎮圧した。この時の死傷者は、数百人にも上った。これに対する報復として、シーク教徒のボディガードらによって、インディラ・ガンディ首相は間もなく暗殺された。ありがとうございます。